たったの1分一緒に歩くだけでお尻と太ももがみるみる痩せるウォーキングを紹介していきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ででん、ミニバンド、レジスタンスバンドとも言うんですけども、これを使うことでお尻と太ももがみるみる痩せるウォーキングを紹介します。プラスアルファ腹筋を使うことができますので、お腹痩せにも効果的です。今回のポイントなんですけども、このバンドを使うことで歩く動きに負荷を加えることができます。歩く動きというのは大腿直筋、中殿筋、小殿筋というのを使います。通常スクワットで使うのは主に大殿筋と中殿筋です。歩く時に使われるのは足を上げますから大腿直筋、片足浮かせますから中殿筋と小殿筋が使われるようになります。中殿筋と小殿筋をしっかり鍛えることができればですね、骨盤が安定して歩くだけでも痩せやすい体を作ることができます。そして骨盤が安定してますから、どのエクササイズをする際もですね、体幹部がしっかり安定できて、よりエクササイズを効果的にすることができます。そして大腿直筋、太もものど真ん中の筋肉なんですけども、足を上げる際に使う筋肉です。ここの筋肉を鍛えると、太ももの内側広筋や外側広筋ばかりを使ってスクワットをしてしまっている場合、ムキッとした足を作ってしまいがちです。ですが大腿直筋が鍛えられていると、足痩せにとても効果的です。今回一緒に1分間歩いていきましょう。ではやり方を説明します。はい、やり方とっても簡単です。通常歩く場合は普通にこのように足を動かして歩いていると思います。ですが大腿直筋がない人は歩く際に足首だけを使って歩いてしまいます。そうなるとふくらはぎが筋肥大しやすいです。太ももを鍛えてる人っていうのは適度に足を上げてますから、歩く際に足首だけを使わず太ももを少し持ち上げてますので、ふくらはぎに行く負荷が軽くなって、ふくらはぎが太くならない、細くなっていくという形になります。ですので大腿直筋を鍛えるメリットはふくらはぎ痩せにも効果的です。ですが通常歩くだけでは足の重さの負荷しかありません。ですので1時間歩いても筋力がアップすることはまずないです。ですがこのゴムバンドを使って1分動くだけで筋力アップ、中殿筋、小殿筋を鍛えることができます。やり方としては土踏まずにセットします。そしてももを持ち上げるんですけども、ももが水平ぐらいまでなんとか持ち上げれるゴムバンドの強度を使ってください。もし強度が軽すぎるとですね、負荷が軽くなります。強度が重すぎると足が上がりません。ですので土踏まずにセットして太ももを持ち上げて、なんとか水平までぐっと持ち上げれるゴムバンドを使用してください。これで手は肩の高さで合わせとります。そして足をこのように足を持ち上げながら上半身を逆にひねります。それで腹筋が鍛えられます。足を上げることによって大腿直筋が鍛えられます。片足になることによって小殿筋、中殿筋が鍛えられますので、とっても効果的な簡単なエクササイズです。これを一緒に1分間頑張っていきましょう。できるだけ足は高く、上半身をひねる、下ろす時もストンと下ろさずにゴムを引っ張ってる感覚を感じながら下ろしてください。すぐ下ろすともったいないです。ですのでゆっくり行きましょう。では今から1分スタートです。行きます。しっかり足上げて、しっかりゴム引っ張ります。大腿直筋、お尻使ってるイメージで、すでに中殿筋と小殿筋が弱ってきました。きつい、足上げるのきつい。よしよしよし、残り30。よし、あーきつい、むちゃくちゃきつい。よし、
残り15。残り3秒、3、2、1、よし、OK。 お疲れでした。いやーすごくね、中殿筋と小殿筋に効いたと思います。効いたよって方はよかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。スクワットで使うのは主に大殿筋ですので、なかなかお尻にね効いた感じないと思いますが、今回のミニバンドウォーク、すごくね中殿筋小殿筋痛いです。太もももですね、内側外側ってありますけども、大腿直筋ばっかり使ってますから、すごくね足が疲れた感じじゃないけど、いつもとね違うこの真ん中ばっかり使ってますから、いつもと違うももの疲れ方を感じてると思います。毎日1分、外を歩くのではなく家の中で十分このミニバンドがあればできます。ですのでこれを毎日1分ですね、テレビの CM の間とか朝起きてすぐとか歯ブラシしながらとか、習慣にできやすいところにひっつけて毎日やってみてもらえたらと思います。今回ミニバンドウォークたったの1分でしたけども、頑張った方、よかったらグッドボタン、コメント、そしてシェアもよろしくお願いいたします。これからも少ない時間、少ない回数で効くエクササイズを載せていきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。